はい、おはようございます。はい。2023年11月13日。まあ、風はだいぶ良くなった。まあ、昨日とそんな変わんないけど。まあ、今日は月曜日。また今日から M リーグ始まるということでね。憂鬱な月曜日ということで。はい。やっていきましょうか。今回のハフケントの方、こちら。初めてですね。はい。初めて僕に、連絡いただいて。で、まず、まあ、成績は？ちょっとね、これ試合数少ないんで、あんまり見てもって感じですけど、まあ、プール率が36%。上がり率28。保持率18。うん。まあ、見ていきますか、普通にね。で、まだ初心者で、麻雀のセオリーは勉強中なのですが、分かっていないことが多く、自分の手牌しか見ていない傾向があります。ということで、はいはい。で、麻雀歴は、高校時代にファミコンのゲームで、ふんわり麻雀、ね、覚えました。はいはい。リアルで打ち出したのは、最近。ここ2年ぐらいはノーレートで週1程度打っています。ノーレートで週1程度打っている。はいはいはい。ネットマージャンは苦手なんですが、マージャンが強くなりたいので、最近は定法も少し打っています。ということでした。はいはい。で、ラスカヒマちゃん希望ね。まあ、やってきますか。一応2個届いてるので、まあ、もし簡単な配布だったら、2個やっちゃえばいいかな。はい、とにかくシアチャドラチーマ。ラスカヒマージャンということで。うん。まあ、いつも通り見ていきますけど。そうですね。まあ、まだ一応 初心者って自分でもおっしゃってるので、まだ初心者だとご自身でもおっしゃっておられるので、はい。まあ、丁寧になるべく。で、まあ、もしかすると上級者の人からすると、こっちのがいいんじゃないかなっていう細かいとこは、あえて伝えずに、今のジャンル力で一番うまくなるなと思うポイントを簡略化して、私は説明することも多いので、そこら辺は、ご了承ください。まあ僕のハイフケントを見てる人だとね、分かってると思いますけどね。ちょっと待ってね。OK です。いきます。はい、ドラチーマ。まあ、手牌見て、よっぽど上がれないっていう手牌以外は、普通に組み立てればいいかなと思います。これもまあ、特別ね、9万とか E 万とか、数牌で切ってもいいんだけど、まあ、あんま考えずに、何を切っていきましょう。はい、いいと思います。何を切って。白2枚切れ、白切る。いいっす。3枚引いた。で、トン切る。これ9万か。ああ、これこそトンしかないんだな。最初のとこはね、まだね、E マンとか9万でもいいんだけど、やっぱまあ、やっぱりまだちょっと分かってないって感じになっちゃうな、これ見るとな。
第1打で E マン切るのは、4巡、3巡目に9万切るよりはありかな。うん。だからまあ、やっぱ上手い人が見るとこれだけでも、もう一貫性がないなって思うね。うん。このリアンシャンテンになった瞬間にもうチーマンパーマン引きが明確に嬉しいから、メンピンドライチイーシャンテン。まあ、すごい細かい次元だけど、やっぱりこの瞬間にこの人麻雀下手かなって思っちゃう。だから別にそんな深く考えずに、まっすぐトン切ればいいかな。もう現状3巡目で2メンツプラス、2面プラス、ジャン灯もあるから、もうこれまっすぐトンしかない。はい、行きましょう。まあ基本的には普通に打っとけば。うん、パーピン切って。うん、まあこれはちょっと難しいな。何切るかな。ペンちゃん落としね。うん、まあよく分かんなかったらペンちゃん切っといて問題ないかな。もちろん今回だとね、一応数層が2344になってるんで、数層に対して、ウーソー引いたらもうテンパっちゃうから。で、3層引いたらね、まあ、両面でできて嬉しいと。ただ、ウーソーの方で両面できた瞬間にテンパっちゃうので、別に数層切る。で、赤引いたら使う。ペン3ピン引いたら即リ打つ。でもいいし、ただまあ、もう形がね、全部繋がっちゃってよく、まあ、これ繋がってないけど。っていうなら、もう、よくわかんなかったらペンチャン切るで問題ない。うん。リハンピン引っ張るんだ。おもろいな。ああ、そっか。ヒーマンな。今安全度もめっちゃ高いし、やっぱリハンピンしかないな。これでイーマン切りたいっていうのは単野を見てるのかな。まあやっぱじゃない、この段階でね、ああ。まあまあまあ、確かに。まあ、初心者って言っちゃうのもかわいそうだけど、まあ確かに初心者だなと思う。うん。なんでかっていうと、リアンピンがやっぱ使用価値が低いんだよな。2刺しなんかにならないし。てか2刺しになったとしても、刺し子で赤ウピン使えるから、2刺しは全く見る必要ない。まあ唯一一応、リアンピン縦引きは、嬉しいか嬉しくないでて嬉しいけどね、めちゃくちゃね。まあただやっぱり、イーマンが全員に安全なのと、とやっぱりリアンピンが逆に全員の無筋で2列目入ったって考えると、やっぱりリアンピンしか候補はなくなってくるね。うん。はい。で、まあ当然だから、マンズを1メンツと両面で、あ、違う違う、1メンツとジャン灯で使う可能性もあるから、2ピンとかローピン引いたら、両面両面いいシャンテン。例えばローピン引いたら、スッチーピンウッパッソーの、メンピンドライチのいいシャンテン。で取れるから、それも取れなくなっちゃうし、ウーピンに、ね、横引っついて一番嬉しい。基本的にはこの手はウーピンの横引っついて、両面作って、リーチに向かうのが一番嬉しいから、それも取れなくなっちゃうから、やっぱちょっとまだね、ちょっとあんま役見る段階じゃないな。うん。あ、というか最初にちょっとね、俺なんか初心者向けにみたいなこと言ったんだけど、別に、だからといって、俺が今から言うことを全部実践しても、上級者から見たら下手な麻雀ですって、そんなことはないから、決して。それは言っておく。うん。上級者の人から見ても、あり得る範囲内で言うので。うん。それは安心してください。はい。うん、これもやっぱり安全度全然違うから、やっぱりリアンピン切ってもいいしな。うん。うん、リーチ入ったか。まあ、こうなっちゃうと、まあね、ちょっと。まあまあ、押し返しはきつい。まあ、リーチは基本的にベタ折りするからいいんだけど。はい。じゃあ、これどうすんだ？ 3 層切るか、シャー切るか。2枚切るの自敗ぐらいはね、切っていくと。うん。まあ、いいですよ、もちろん。はい。リアン層、チーソー、現物。うん。チーソー切って、インシャーテンイジ。うん。ウーピンも通った。これおもろいな。チーソー抜け、一通チッソー。一通チーソーの枚数は？ 1、2。3、4、5、5枚。ウーピン2枚。
まあ、ウーピンかな。ウーピン例えばめちゃくちゃ嬉しいけど、だからといって地位相も紛れも変かな。まあ、まあ、地位相かウーピン。9万か。もう、ベタ折りしよう。二間リーチに基本的に、どっちかの無筋を打つことはない。これパーマン早いけど、一応ドラチーマンなんで788から8切って6球も当たることあるんで、もうこれもね、もう完全にベタ折りした方がいい。って言っとく、これはね。で、まあ一応今だったらチーソーローソー。で、リャンソー。で、まあ3ワンとか。折り切れそうだし。まあてかそもそも二間リーチはマジで。二間リーチイコール即ベタ折り。それしかない。で覚えておこう。結局どういうことかっていうと、もしここで追いついて、まあ、一番嬉しいイースーチースを引いてリャンピンギリリーチしたとこで、そのリャンピンがまず愚形でも刺さる可能性がある筋だけど、で追いついたとこで3人のめくり合いだから、まあ、簡単に言うと3回に1回しか勝てないから、追いついてせっかくリーチしたのに3回に1回しか勝てない。で3回に2回は自分が補充してる可能性もあるし、横移動だとしてもリーボー取られてるから、二間リーチに対してはもう本当に基本的にちょっとでも押すことはものすごい不利なので、完全にベタ折りしてください。攻め考えずに。すでにその瞬間テンパってた場合とか、現物しか切らなくてテンパいて、それはテンパいでね、いける可能性あるけど、もう現物だけ切って、100%通る範囲だけ切ってテンパって上がった時だけは上がれると思っといて、それ以外はもう、上がり見なくていい。リャンピンも、そうだな。もう完全にベタ折りしていく。なんかすごい向いたな。まあこれだったらまあ振り手になっちゃうんで、リャンウッパッソーで。まあテンパったらまあ、それはいいわ。これだったら面単位ペーコー高いからね。最低5200。数層規定リーチする。まあこれ振り手になっちゃうんで。まあ、それがわかるといいかな。まあネット麻雀だとね、制限時間もあるから、とっさにね、なんか、切っちゃったなと思うけど。まあパーソーはそもそも取ってないし。数層は中筋になってるからね。で、結構通りそう。結構通りそうな配置って振り点でもないし、3面だし、ね、もう数層切り位置しかないかな。いや、振るんかい。まあね、数層切り位置で。はい、じゃあ行きましょうか。とにかくなんちゃドラ今。まあ、健康麻雀、ノーレート麻雀で打ってるってことでね。まあ別にまあ、まあ俺がいつも初心者の人に言うんだけど、まあ別に麻雀そんな上手くなる必要ないので。まあもしね、その雀荘でなんか下手くそだなとか、言われたり、どうしても何か今の自分の現状を打開したい、どうしても変えたいとかね、お金かけて打っててね、負けるとお金が減るとか、そういう実害があるっていうなら強くなる必要あるけど、別に今そうでもないなら、やっぱりね、上手くなろうとした瞬間に結構大変だから、本当に麻雀ね。だからまあ別に俺はもちろん嬉しいよ。また配布券と思ってくれた、来た、くれた方が嬉しいし、いくら持ってきてくれてもいいんだけど、ただ、まあ、一応俺はそれは言ってる、初心者の人にはね。上手くなろうとするとストレスは多いからね。ああ、間違えちゃったとか。今はまだ好きに打って、ああ、勝った、負けた、みたいな。ああ、上がれた、みたいな。まあ、ごめんね、そこまで初心者扱いすると申し訳ないかもしれないけど、まあ、そういう楽しみ方もあると。でも、上手いとね、結局ね、勝って負けただけじゃなくて、それ以上にストレスになることも多いし、それこそ相手の麻雀に対してもストレスになることも増えるかな。今だったらまだ相手のね、上がり系とか見て、何してんだこいつって、ストレスにはならんだろうけど、そういうことまで発生してくるんで。だからまあ、まあもちろん、まあ一応それは伝えておきます。はい、じゃあ、とにかくなんちゃドラが今。で、役牌の統一は基本的にもう全部内定まっすぐ上がりに行こう。はい。まあ、シャアからね。おたかぜの子選択だったら、ションパイから打つ。まあ、素晴らしい。いいよ、それは。このリャンピンも別に切らんでいい。なんでいい。なんしかない。これがイーピンだったらまだいいけど、アジハイの1はいらないけど、2はいる。アジハイの2とか、数牌切っていいのは、
2から8の数配置っていうのは、もう両面ターツで全部ターツがあるとき。だこれがもう両面両面統一とか。それだったらもう形決まってるってなるからいいんだけど、これまだ具形、シャンポンも具形だし、カンチャンも具形だから、普通に両面ができる配置は切らない。何切る。で、両面ピンポンされていく。で、トンポンしてローピンね。うん、ウピンいった。これもリアンスを切れるか、これ大丈夫か。うん、テンパイね。でもテンパイは基本的に別にもう全部押していいので、相手からリーチ入ろうが何しようが全部押した方がいいな。うん、別に親リーが入ろうが止めなくていいんでね。例えば親リー入ったから3万で降りるとか、それも全くしなくていい。こういう両面テンパイは全部押して一発目に何を引こうが、うん、はい、トンさん曲をやドラがうわ、これは手配いいな。はい、9ピンか。まあ急走切った方がいいかな。チーピン引いた時に579の両冠受けと、まあ急走に関しては、ね、これちょっと一通にはならないんで、一面ずつと両面あるから、一通になるとしたら、総図で3面図作らないといけないけど、ちょっとこの形は総図3面図ないので、もう急走切ってまっすぐ配効率通り行く。要は、チーソー引いたとしても、普通ね、9に7引いたら、カンチャンできたってなるんだけど、これ9に7引いてもカンチャンできないから、5、6、7、9の9は、効率際の9のままだから、急走から来ていく。ウーピー、まあ、これ、こういうのはだから形決まってるから、今回は2差しもあるし、別にこっからリアンピンって、切りましょうっていう話じゃないんだけど、もう両面でターツが整ったら、もうそれは好きにしていい。それはね、難しい。上手い人でも。今回だったらもう準備も早すぎるし、まだ急走打つけど。うん。ただ誰かの仕掛けが入ったりとかしたら、もう形決めて両ピン切って、安牌2枚持って、手配進めてもいいし。うん、これ別にもしね、何かが怖いとかなってたら、安牌引いたら、うん、この両ピンね。うん。まあ、これはまあ、ダブトンってのもあるだろうけど。はい、はい、いいね。まあ、こうなると、泣く牌があるか。まあ、特にないか。まあ、ローマン数層泣けばね、一応単用確定の多発にはなるんだが、まあ、特別今回いいっすね。まあ、ドラドラとかあるとちょっと泣きもあるんだけど。あ、ちょっとこれ難しいな。うん。まあ、リアンスを切れるといいけど。あ、まあ、ローソーでもいいんだけど。うん、まあ、いいや。ローソーかリアンスを切って。うん、三層か。やっぱこれもダメだな。数層引いたときに、完全インシャンテンの形も取れるんで。まあちょっと難しいかな、これは。複合形というか、なんか、繋がっちゃってるからね。まあ一応もう一回丁寧にすると、3層切って数層引くと、スッチ層6級1の普通の両面両面のインシャンテンになるんだけど、一応両層を切ってね、3層持ってると、数層引いた場合に、さらに縦受けも見れるインシャンテンに取れるので、まあ一応、配効率通りで、リアンスを打つ。うん、これは急走で。リアンスを急走、どっちも対面の一件の現物。それだとしたら、8杯の、補充しても単用がつかない杯を残す。安全度高い8杯を残す。ローソーでいいじゃんって。うん。これはね、まあ、ローマンだけは泣いてもいい。うん。はいはい。まあ一応単品いいペーコーがあるから数ピン切って、うん、これだといいシャンテンじゃなくなっちゃうから、まあせめていいシャンテンになる牌を切れるといいかな。だまあね、それウーピンとか切ったらダメなんだけど、まだウーピンとか切るミスはね、初心者だと起こりうる。うん、一応静着としては数ピンか、まあウーソーとか数ピンウーソーのどっちか切れるといいかな。まあこれはまあ多分自分で後から見返したらわかるとは思うんだけどね。ただまあやっぱりとっさにだとしても、やっぱりちょっとここからいいシャンテン戻しのチーマンってなるとね、とてもいいシャンテンだから、まあちょっと先行き不安というか、うん、まあこの段階で麻雀というものに対して本当に上手くなる修羅の道を選択するのか、別にまあ下手でもただの趣味としてやっていくのかっていうのは本当に選んでいいと思う。うん、まあちょっとこの話はもうするね。何回も言うとね。
か俺が嫌みたいになっちゃうから。はい、別に俺は本当嫌じゃないんで。はい、で、ここで、B1 入ったと。まあ、泣いてもちょっとしんどいわな。自分親か。この状況でどうしますかって言われたら、まあ、実際自分だったら4-6で地位するんだけど、まあ、ただちょっとこれはむずすぎるな。さすがにそこを求めるにはむずすぎるわ。はい、まあ、別に泣かずにベタ折りとかでいいと思います。はい。しゃあね。うん。今、リャンマンが4枚見えてるから OK です。はい。はい。はい、次、トンラスペーチャードラガーローソー。9万もな、5679の9は、8引いた時に両面できるし、さっきはね、想像1通ないよって言ったけど、これは1通になる可能性あるマンズが。8引いて、1引いてとか2引いてとか。うん、だからもう普通に自敗切っていこう。白春切っていく。うん、ただまあ、いいシャンテになりましたと。ヤンマ引いた。うん、まあ、これは難しいんだけど、まあ、何も考えずチーピン切っていいよ。うん、これはまあ、ね。まあまあまあ、うん。まあ、ね、ちょっと、うん、そういうことで、そういうことなんで、はい、うん、まあまあまあ今までが2枚ゲルの支配とか来てるんで、白はまあね大丈夫だよね、うん、でまあ一応リャンマンもね、カンチャンだけのリャンマンで、カンチャンって言ってもいい漫画3枚見えてるんで、かなり安全度高いリャンマンなんで、まあ、白は絶対来た方がいいかな。で、自分が、もうね、ちょっと、難が2枚切れになっちゃって、チーソーも1枚切れなんで、まあ、無理なんだけど、一応、チーソー1枚だけ引いたときはね、明確に嬉しいテンパイするので、まあ、そんな嬉しくねえか。一数万も薄いか。まあ、いいや。まあ、とりあえず、K 点は取れるから、まあ、白切っていこう。2枚切れの試合は、まあ、一シャンテンだったら切ろうかな。はい。まあ、これも白切って、一応二巡でテンパる可能性も一応あるからね。はい。で、南入シャーチャドラがパーマン。はい、下茶がペーポン、厄介ポンした。はい。二件仕掛け入ったか。圧。まあ、こういうのも一切やらなくていいよ。ちゃんとや、あ、お高瀬から来ていこう、ペーから。うん。圧は重なったら厄介で、泣いたら厄つくから。うん、これも同様に。ギャンソーは1、2、3あるからペーキロ。うん。うん。はい、何に曲なんじゃドラウピン。はい、厄介とドラ1。まあ点数も別にへこんでるわけじゃないんで。てかめちゃめちゃ接戦だな。まあ普通に1000点でも2000点でも上がりに行こう。はい。なんで、うん、チーマン引いたら嬉しいから普通に切っていこう。もう自敗はそんな残さなくていい。うん、ちゃんとナン泣いて、うん、チーピンチーね。うん、ドラタン行くか。まあいいよ、うん、いいよ、漫画あるから。言いそうで。つながってる形は端の方切ろう。端の方が安全だから。一数層で当たったらもうしょうがないけどね。数層だったら、スッチ層。いい層で当たる。いい数層で当たったらどっちも当たる。ただ数層切っちゃうと、スッチ層でも当たる。関数層でも当たる。数層シャボでも当たるっていう3パターンぐらい当たるのが増えちゃってるから。まあ一応今回やったら短期も一応ある。ってことで、いい層切っていこう。
はい、何さん曲親、ドラガー Q1。はい、まあ一応ラスには落ちてラス前ね。うん。ああ。そうだな。まあ、そうな。トイメの仕掛けも入って追いつくためにローピンから泣いていくと。で、数番切って、3ピンか。数番しかないな。泣くとしたら数番切って、ギャン面固定。ウーピン固定しちゃうと、ここめちゃくちゃしんどくなっちゃうから。で、トイメもマンズ、ね、マンズのホイツかもしんないし。で、ウーピンが3枚見えてるから、3ピンは安全度高いから、もういかなる理由をつけてももう数番しかない。愚形にフォロー入れとかないと、やっぱ、最終的にウーピンと、なんかのシャボでテンパっちゃったらね、きついからね。で、3層はチーして、まあこれも同様に数万切る。これは良かった。やっぱり。で、1500上がっていく。親で、まあめちゃくちゃ接戦だな。とりあえず、何切る？イーソー切るならイーピンで。さっきの6、ソーズが23569の時の9と同じなんだけど、E ピンについては23って引いても4があるから1は必要ない。E ソーに対して23って引いたら完全に裏目になる。で、今回だったら一応ソーズも多いからソーズの本質は見える。って考えるといかなる理由を取っても E ピンしかない。で、ポンして、白は E ピンでもいいよ。まあ、素直に数牌残すのはいいんだけど、ちょっとこの2ピンはね、本当に、2、3引いたって別にイーシャンってなるから、あまりに使用価値がないのと、一応ちょっと打点も欲しいから、イーピンでもいい。ただ、厄介の扱いはちょっと難しいんでね。先切ることによって他の人の上がりは阻止できるんで、少なくても上がるだけでいい、上がりトップとか、上がるだけで2茶角とかね。オーラスとかだったら、何ポンして白って結構やることあるんで、ちょっとこれ全面的に否定はしないけどね。これパーマン切りたい。これナイス。これでもういいね。形決まって。あとはちゃんとポンすればいいだけだから。あとは待ち取りと、OK。で、まあ今回だったら、不発走でね、6枚待ちで、1500点に関してはすごい上がれそうなんだけど、打点が全然違うから、このチーソーのポン、できたらよかったな。ここで1500上がったところでいくらでもラスある。ただこのチーソーポンして、トイトイにしちゃうと、めちゃくちゃ打点が上がるし、で、今回だったら6枚待ちから4枚待ちって、そんなに枚数下げてない。しかも9層に関してやっぱり出やすいし、普通にね。だからチーソーポンしてパーソーしかない。急走も。結果論とか言えばごめん。今日はしょうもないこと言ってる暇ねえな。そうだな。そうね。これはそうだね。全部押したらいいよ。自分がピンズの両面でテンパイしてるときに俺言ったけど、もう親リーが入ろうが何しようが、全部押して OK。上がる。ラス前親で連チャンした。イーソー切る。ドラリアンマンだからね。2件仕掛け入った。イーマン切る。イーマンで。1の孤立とかいらない。しかも今回は、789もあるし、リアンマンドラとはいえ、下茶トイメンの仕掛けがある以上、もうドラ使ってどうこうしてる場合じゃない。とにかくダイレクトにチーソー引いた時の受け入れ見て、イーマンしかない。これだったらパーソー一応ドラ、新ドラなんで、まあ、E マンよりは一応パーソーの方が使いやすい急走切ってるとはいえね。てか E マンドラじゃねえよ。こんな引っ張ってるからドラと勘違いした。そう、E マンそもそもドラじゃないしね。パーソー残しでいいかな。使いやすさもあるし。使いやすさは、で、ちょっとこれ仕掛け入りすぎちゃってるんで、もうこれは補充だけしないように、パーピン切ってベタ折りで。いいね。これはうまかった。これは素晴らしい。
まあこういうのは難しいか。からはな、3人に対してな、ああ、終わっちゃったか。まあ、終わったならよかったというか。まあこの後で言うと、何か積もったら、とりあえず9ピン。ここにトイメンが積もってなかったとしたら、9ピン。まあ。まあちょっとな、ちょっとこれもまた難しいな。まあちょっといいか。3人テンパイはちょっと、レアケースなんで。はい。あれでオーラスで、自分が2着か。まあラスカイヒマージャンといってもね、まだね、ちょっとね、ラスカイヒマージャンを意識するジャン力ではないので、基本的に、そんなに手配崩さなくてもいいかな。普通に上がれる手は上がりに行くでいいかな。で、リーチ入ったりしたらベタ折りするっていう感じで。はい。トイメン仕掛け入った。うん。何いけるかな。ペンちゃんか。まあ、これも、どっちのペンちゃんと言われたら9万パーマンかな、一応。チーマンローマンとか裏メッタとしても赤でフォローできるのと、あるからね。ただ、今回はね、ちょっとトイメンの仕掛けあるんで、トイメンに対して安全度高いパーマキューマンを残すパーピンキューピンはいいんだけど、まあさすがにそれ考えてパーピンキューピン来てるとは思えないから、まあ一応その補足はした。はい。はい、うん、チーマンが2枚切れ。そうだな、結構ペンちゃんは外側から払う癖あるんだな。まあそんなに悪いことではないが、ちょっと難しいな、それ教えるのはな。はい、数万。まあ一応チーして差し子のイーシャンテンは取れるんだけど、まあリーチ入ったら基本的にはベタ折りしましょう。はい、安牌はないけどね。はい、まあイーシャンテンなったけど、まあリーチ以前に切られてる範囲の外側。今回だチーマンが早いから、その外側のパーマンパーマンって切っていけたらいいかな。ちょっと他がないんでね。まあ、あとはまあ、一応、純粋な無筋だけど、ワンチャンスのイーソーイーソーとかが候補になってくるかな。イーソーイーソーね。うん、いいと思います。うん、実はというか実際はこっちの方がいいかな。イーシャンテン取れるしね。パーマン切っちゃうとリアンシャンテンになっちゃうし。まあ、リアンソーが1枚しかないけどね。まあ、一応、イーシャンテンになるか。イーシャンテンの価値はあるので。うん。いっそいっそ。うん。うん。トーンは、まあ、リアンマン全員ナンパイだしね。で、パーマンも取った。まあ、チーのがいいが、まあ、まあ、ちょっとこれむずすぎる。まあ、スルーでベタ折りでいいよ。まあ、自分だったらという意味で言わせてもらうと、まあ、アンパイ、リャンマンパーマンパーマン。リャンマンパーマンパーマンアンパイあるから、関数ワンチーして、ダリアンマンして、とりあえず、単ヤオイシャンテン取って、ってやるのかな。まあ、いいや、ちょっとこれは非常に難しい。うん。普通に難しい。パーマン、ね、パーマンパーマン。まあ、パーマンとリャンマン、どっちもアンパイなんで、どっちも安牌ならリャンマンの方がいいかな。形は一応リャンマン切った方が崩れてないとは思う。はい。うん。で終わりか。そうだね。こんな感じかな。はい。じゃあちょっともう一回 F あるんで、もう一個見ますか。はい。で、まあ一応ね、ちょっとね、あ、ちょっと待って。天方が終了しちゃった。はい。ちょっと待ってくださいね。
はい、OK です。でね、まあ、俺がちょっと一応頭引っかかってたんだけど、一応ね、そのハイフケントの依頼の時に、ターチャの川が全く読めないので、ターチャの川からどんなことが得られるのか教えていただきたいですっていうのがあったんですよ。ただ、やっぱりね、ちょっと今のハイフケント見ると、全くそれはやるべきではないし、やれるレベルではない。本当に厳しい方だけど。なんだけど、一応俺は、はっきり、それを依頼もらってるんで、次の試合はちょっとそれを重点的にやりますわ。うん。重点的にというか、まあ、もし見た方がいい点があるとしたら、どういうことかなっていうのを言ってきますね。ただ、本当にね、もし俺これを言ったとしても、今回配布持ってきてくれてるね、方は、もう一切やらない方がいいです。はい。1ミリも。リーチ入ったら顔見るとか、明らかな本質の人のね、顔見るとか、その人がその色が溢れてきたら、ね、ピンズの本質やってそうな人がピンズ溢れてきたら降りるとか、そういう読みはやってもいいけど、もう本当にそれ以外はマジでマイナスしかない。うん、それだけは言っておく。誰が早そうとか何待ちっぽいとか。100%マイナスにしかならない。考えること自体。そもそも麻雀って、今俺が言ったみたいに、リーチ入ったらその人の顔見るとか、それで十分ガチ勢になれるぐらいのゲームなんで、今だと優先順位的には、それをちょっとでも見ちゃうと、もう手組みがもう壊滅的になってしまう。現状でもちょっと壊滅的で、かなり長い道のりなので、だから、それやったら、もうちょっと、もうとにかく、現状ではちょっと他の人の皮とか一切見なくていいです。なんだけど、まあ一応ちょっと初心者向けにというか、他の人の皮から得られる情報っていうのを重点的にやっていこうかな。はい。まあ1試合目でね、割と1、4の1話とか言ってたんで、まあちょっと1回言ったやつはちょっと省略しながらやっていきますね。で、とにかくシャドウドラがいっそう。はい。9万。まあ、これはかなり単野を見えてるからいいんだけど、こういうこともやらんくていいよ。普通にパーマン引いたらね、一応、一面ツプラス両面できるからね。4ドイツになってきたか。まあ、ウーソーかシャー切ります。で、まあ、例えば顔見ると言ったら、この人がもう両面落としてるから、早いのかなとかかな。リーチ来た。まあ、ただね、ちょっとこれはね、天保の一般卓っていうのもあるんで、まあ別に見る必要ないんですけど、てかやっぱね、麻雀ってね、両面落としたからいい手牌とも限らないし、レアケースがありすぎるんで、いい手牌だと思って降りてたらさ、チートイで、せっかく残してた安牌で刺さることもあるし、だからね、何の情報を得るかっていうのがすごい難しいから。あんまりリーチ入ったか降りていく。シャア切った。本当にチートイ刺さっていく。まあね。まあこれもだから別に4だからってシャア来てるわけじゃないけど、これはね。別にチートイって読めなかったからシャアで振っちゃったっていうわけでもないし、宝珠自体はもうどうしようもないからいいんだけど。まあ、ほんとね、捨て牌読むって難しいな。まあ、リーチに対してどういう牌が安全か危険かぐらいの感じでやっていこうかな。で、今回だったら、やっぱりターツ落とし入ってて、まあ、3ピンの外側、リアンピンとかイーピンは安全度高いかな。その全部の数牌に比べたらね。で、あとはまあ、両面落としでリーチだから、両面の可能性が高い。で、サブロスを払ったってことは、サブロスを二度受けか、まあ、ちょっとね、リアンソギリがあるから、まあ、ちょっと上手い人は適当に引いといてください。まあ、スーソーウーソー来てリーチだから、サブロスを払ってるんだけど、4455から切ってる可能性あるから、サブロスは可能性がある。で、なんだけど少なくても他の
やんめんとかね。うん。怖いかなみたいな。とにかく、やんめん待ちが怖いかなって思っていいと思います。はい、ただ麻雀ってこういうね、チート読みもあるから難しいけどね。でも本当難しいんだな。難しいんだ。はい、次。なんちゃドラが QP。はい、普通に飛車来てく。いいね。うん、また4統一か。ローマン。どうする？つもぎりか。そうだね。まあ、4統一系なんでチートをかなり見ながら。うん、いいと思いますよ。うん。こうなったら9万切ってほしいかな。今か。うん、これも9万しかない。うん。今切っちゃうと、リャンメン転売、サブローピン転売するの受けがパーマン9万しかない。パーマン9万のパーマン2枚、9万1枚、合計3枚し、3枚しかない。で、ここで9万切っとくと、イーマン、パーマン、チーマンがあるから、イーマン1枚、チーマン4枚、パーマン2枚っていうね。2たす1たす4、7。7枚受け。3枚でサブローピン受けが7枚になる。めっちゃ増えるんで、9万。まあ、リーチ入ってこれだけ何も情報がないと普通に押しても大丈夫です。今の上茶のリーチはね、まあさすがにないな。まあ一応何の統一落としがあるからチート位置はないかなぐらいの感じでいいと思います。まあドラギリーチだからね。チート位だったらドラ短期にするとかまあそういうのもあるけど、まあ、何の統一落としがね、なくてもね。まあそういうことは特に考えなくていいですわ。これは、この川はね。まあ、一応チート位置がないかなというぐらいかな。はい、次。なんちゃドラ3層。はい。うん、まあ、ラスに落ちたけど、トイメンが、まあ、近いんで、あ、ラスに落ちたんじゃない、ラスだった元からね。ラスなんですけど、トイメン近いんで、普通に行きましょう。はい。ペ切って、うん、トンから切って、うん。自敗の切り順、ちゃんとやってるね。はい。もちろん別に、点数がね、ラスだけど、普通にチュンポンして、ドラ1枚あるから、まっすぐ行っていいからね。特にこれ半チャンだから、別に2000点でもいいし、1000点でもいいし。厄介が出たらもう、よっぽどもう自分が5000点しかないとか。厄介泣いても本当にどうしようもないっていう時以外は全部厄介泣いていこう。まあ、それもノーレット麻雀で打ってるっていうからね、1000点で仕掛けてガツガツやってたらね、なんか言われるかもしんないしね。そういうの難しいけどね。まあ、もしそういう、まあそういう相談でもいいから、またなんか、これも何かの縁だしね。今回初めて配布券と持ってきてくれたんで、まあ僕もどういう性格の方かとかね、どういう、っていうのはわかんないんですけど、まあ気軽に聞いてもらえたら。で、ちょっとね、まあ、こっからは勝手なこと言うけど、まあ、一応この配布検討の方ね、女性の方じゃないかなで断定はしないですけど、まあ一応僕はそう受け取ったんですけど、まあ女性のだと、ノーレット麻雀で、厄介とか一泣きしたり、で1000点上がったりしたら、もしかしたらそういうのに対しても、言われるかもしれん。うん、それは正しい麻雀打ってるのに言ってくるような、頭悪い人間が本当に多いし、打牌批判って本当にやっちゃいけないことなんだけど、してくる人、特に年配の人とかも多いから、だから、もしそういうことがあるなら、やっぱりそれも強くなる上では、相当障害なので、もしそういうことがあったら言ってください。うん。だからね、いろんなことあるな。ノーレートって言うとな、俺が麻雀教えて、勝てる麻雀教えて、せっかく実践してんのに、それに何かね、いや、そんなん厄介ないて、こんなラスで、1000点上がっても仕方ないよって。それこそ、リャンソーがもう一枚切れたりしてさ、まっすぐ行って。ね、結果、E 3層落とすことになって、普通にチュンのみで、ね、リャンマンとパーピンのシャボで上がることもあるかもしれん。その時に、
最終形見て、いや、こんなラスでドラなんか切らずに、てかそもそもチュンも鳴かずに、1000点上がってどうすんのとか言われたりもするとこかもしれない。まあ、もちろんそうじゃなかったら俺のトリック腰苦労ではあるけど、ただ、本当にそういうとこもあるんで、だから、上手くなるっていうなら、本当にそれすら、そういう、ただ麻雀上手くなる大変さ以上に、ノーレットジャンソー言ってたら、そういう鬱陶しい人間もいるので、特に女の子だったら良かれと思って教えてくるおっさんいるから、だからね、本当にそういうのも全て受け入れて、自分が頑張りたいっていうなら、もちろん俺応援するし、これから別に週一でも、ね、ひたすら配布持ってきてくるっていうなら、いくらでも見るし、喜んで、協力するんだけど、ただ、それによってすごいストレス受けちゃってもかわいそうだから、一応そういうことも言っておく。あと、本当に他の人に惑わされないように。もうとにかく俺が言ってることが全てなんで、俺が言ってることと逆のことを言ってる人っていうのは、全てもう話にならないぐらい下手な人だと思って、これからもし、ノーレット麻雀行った時に、聞いてほしい。聞いてほしいって聞かないでほしい。うん、そういう人を言って、そういうこと言う人はね。だけどやっぱり一応人間付き合いなので、そういう人がいるからって無視するとか、いや、私もね、他の人に教えてもらってるんで話しかけないでくださいって言ったら、またその人間関係もややこしくなってくるんで、まあ、そういう、まあ僕が勝手に心配してるだけで、そんなこと全然ありませんって言うならいいんだけど、ね、例えば、話すのが禁止の雀荘なんだから、別にそんな心配はないって言われたらね、ちょっと今の話は無駄になっちゃうけど、まああくまで一般的な、よくある雀荘っていうとそういうことあるので、うん。はい。まあ、じゃあそんな感じで行きましょうかね。はい。で、これはまあ、だから、チュンポンして普通にまっすぐ行ったらいいかな。で、1、2、3ちょっと見えてきたね。まあ、で、チュンポンしていいシャンテンね。はい、いいっすね。まあ、ちょっと、リャンソーが2枚なんでどうなるかな。赤ウーピン引いた。うん、まあ、切っていいよ。うん、はい、偉いね。これもなんかね、リャンマンとか切る人いるけどね。素晴らしい。うん、いいよ。で、まあ、あとはパーピンポンするぐらいかな。まあ、点数ないから、もう、打点がね、明確に上がるし、枚数は増えると。現在は2枚待ちの2000点がパーピンポンすると3枚待ちの、残句。で、積もると、テンパネして5200なるんで、パーピンはポンしていこう。おお、いいね。うん。これはいい鳴きだね。うん。カンもして。まあ、これはもう何引いても降りることないんで。はい、OK です。で、次かな。とにかくなんちゃドライピンで、まあ、トイメント3303。手配ちょっと悪すぎるな。まあ、手配があまりに悪いときは、保率の1とか切っても大丈夫。今回やったらイーソー切ってもいいし、別に切らずにトンとか切ってもいいし。悪ね。うん。トーンはないな。何に紛れになったから。もう何か言いそうしかない。ドラ、まあ、言いそうかなんで。なんで。うん。うん、言いそうしかない。うん、言いそうしかない。123っていこうかな。123になるとしたら、面前123はもう無理だから、面前123っていうのは国士無双と同じぐらいテンパイしづらい。なんでかっていうと、テンパイ系まで残り1枚までは自分で揃えなきゃいけないから、今だったら必要牌がイーマンリャンマンリャンピンリャンソーサーソー、5種類のうちのイーマンリャンマンリャンピンリャンソーサーソーのうちの5分の4は絶対自分で引かないと面前テンパイしないから、ってことは、国士4シャンテンと同じだから、123の免税は無理だ。ってなるともう、チートイツとか、普通のペイ引いて、メンツにして、リーチとか、そんな感じで、もう、イーソー切っていくしかない。うん、イーソー引っ張るな。やっぱ、そういう意識なのかな。まあ、本当にイーソー残しは、やっぱり、宝珠抽選あるんで、
うん、まあリーチ入ってね、それまでには処理できたけど、ちょっと手配が悪すぎるかな。うん、で、これはちゃんと降りていくと。うん、まあ、そうだな。まあ、スーソーがそもそも下茶にも通ってないんで、うん。まあ、チーマンとかもあるしな。まあ、まあ、時間切れみたいなもんか。あと、まあ、一応パーソーもあるか。うん。まあ、通る範囲切れたらよかったかな。まあ、難しいよね。2件仕掛けとかあるとね。まあ、ここら辺から遠い面が相図だなっていう感じ。で、とか考えてると、まあね、こういうチーマンの現物とかも見落としちゃう。違うか。そもそもチーマン通ってるか。通ってるか。川にあるか。うん。まあ、そうだね。はい。はい。まあ、これは別にこういうのはもう本当に仕方ないというか、仕方ないというのは、その、数層で補充して仕方ないじゃなくて、まあ、注意力というかね、時間制限の難しさなので。はい。で、トンさん曲親でドラが9万。これはもう命つなぐしかないから、いや、難しいんだよな、これな。これは非常に難しい。もうダブトンドラドラとか見て、まあ、白チュン切るのがいいかな。でも、鎮逸とかそっち決め打ちでもいいんだよな。鎮逸とか追いながら、ドラ盾重なった時だけ行く数万とかでもいいしな。まあ、一応、俺は数万切りますわ。リーチ棒もないんでね。泣ける高い役。本一か、鎮逸か、まあ、ダブトンドラドラとか、白ドラドラとか、そっち見て数万切ります。開くね。うん。まあ、ちょっとこれは特殊状況だからむずいわ。フルリアンピンか。まあ、本一行くとしたらもう真ん中から切ろう。今回だったら数ピン数万から切っていく。外側から切らなくていい。常にもう皮作るとかないから。真ん中から切っていく。リーチ入っちゃったらね、リーチ入って真ん中の範囲で振ったら最悪なんで。はい。で、ただなんか本一になってきたか。両面できて9万か。まあ、これもまあ点数考えたらないわ。数万ウーマンかな。まあ、確かにこれ一見ね、チュンドラ1で命つなぐことできるんだけど、命つないでもどうせラスだから、これ、9割方。だからこれだったら9万縦重なって、チートイドラさんとか、ね、チュンドラさんとか見て、数万ウーマン切る。まあ、てか、トン2枚切れになったか、今。だったらトンでもいいよ。うん。トンか数万ウーマン切る。で、急速。うん、まあ、これはいいよ。うん、いいシャンテンになって、漫画ね。うん。うん。うん。いい。うん。まあ、しゃあない。これで終わりか。そうだね。やっぱ特別なんか、相手の皮でどう読むっていうのもな。リーチ見返すか。リーチ見返してもな。うん。まあ、2、1、だから、いや、一概に言えないことばっかだな。まあ、ペンチャンを内側から落とすってことは、3層とか数層引きは見てないから、ギャン面率は高いとか。うん。でもちょっとそれを考える。まあ、あとはターツ落とししてるんで、まあ、やっぱチーマンの外側のパーマンとか9万は通りやすいとか。うん。まあ、っていうか、まあ、ターツ落とし関係ねえな。要はチーマンが出た後に、4回とか、ね、今回は急走チーピンリャンソーイーソーって4回も手出し入ってるから、手出しが入れば入るほどリーチ宣言牌以前に切られた範囲の外側は安全になってくる。だからチーマンが例えば切られました、その後急走チーピンリャンソーがつもぎりつもぎりつもぎりでリーチだったらパーマン9万普通に当たるけど、4回も手出し入ってるからパーマン9万はまあ大丈夫かなとかかな。これはでもあと遠い面は本についてるだけなんでまあいいわ。その前はな、これは特別。下茶言うとしたら。下茶をどうする。まあ、皮は濃いわな。数万の後のイーマン手だし。まあでもこれ、あんまりこれ読んでどうこうってないな。本一の皮にも見えないしな。ただ、数万切ってウーマン落としてるって考えると、まあ、トイトイ決め打ちとか、まあ、そういうのを疑うとかね。
ちょっと変則的なんでね、数万イーマーとかね。で、数万ここで切った時点で、数万が何枚切れ？ 1 枚切れ。問いというよりは何だろうな。まあ、一応ちょっと答え見ていきますか。これもね、店舗の一般宅だとね、どんな風に切ってるかわかんないんで。ちょっとこれもね、下茶薬杯ポンなんで、数万先切ってって、ちょっと意味わかんないので、まあ、読んでもしゃあないってなっちゃうんだよな。まあ、一応でも問い、あんこ二つあるから、問いというを見たのかなとかね。まあ、ちょっといいわな。これもまあない。で、その前の曲になると、さっきやったもんね。まあ、そうだな。まあ、一応僕から言えるのはそんな感じかな。じゃあ、まあ、そんな感じで今日見ていきました。まあ、結構言いたいことは、はっきり言えたので、まあ、もし言ったことで、また、ね、何かあれば、別に個人的に、言ってもらえたらいつでも返信しますし。で、まあ、麻雀はな、本当に、どう向き合っていくかっていうのはね、うまくならなきゃいけない。日本人生真面目だから、ゲームとかもね、なんか、上手い人が、こうやったら上手くなるよとか教えてくると、あたかも、上手くならなきゃいけないような、暗示がかかるんだけど、洗脳というか。なんだけど、まあ実際は別にそんなん全く関係ないしね、趣味でね。だこれも麻雀のゲームのなんか特徴でもあるかな。例えば自分が趣味でスポーツしてて、それに対して上手い人が、いや、あなたこんなんしてたら、ね、例えば水泳？まあこんなことちょっとないかもしれない。例えば市民プールで、ね、ウォーキングとか、ね、まあ軽く平泳ぎとかクロールしてますと。それに対してわけわかんない知らない人が、いや、あなたちょっと泳ぎ方がね、なんかちょっとバランス悪いからって指導してきたら、普通に変態だし、犯罪とまではいかないけど、それに近い狂気を感じるんだけど、麻雀は、まあ、てかそもそもそれだったら、いや別に自分水泳そんな速くなろうとしてないし、みたいな。ただ健康で言ってんだから、いや、ちょっと普通に怖い怖いってなる。ただ麻雀は普通にノーレイト雀荘とか、普通のオンレイトでもいいけど、やっぱり、良かれと思って教えてくる文化がある。それがいい文化か悪い文化は人によるんだけど、で、それが一つの文化となっていると、自分もなんか、あ、ありがとうございますみたいな、なるし、こうしたらもっと上手くなれるんだ、頑張んなきゃみたいな、そういう暗示にかかるんだけど、今言ったその市民プールで水泳で泳いでと同じなので、やってることは。だから自分がただ、健康のために麻雀する、気分転換で麻雀するっていうなら、余計なストレスは考えるだけ疲れちゃうわけで、だからまずはそれを一回考えた方がいいかな。で、俺は個人的にはやっぱりハイフケントをね、また持ってきてくれてさ、今回はこんな麻雀だったけど、それがちょっとずつでも上手くなったりしたら俺は嬉しいし、で、見てる人もね、別にそれも、一つのコンテンツになるから、俺からしたら嬉しいしかないけど、定期的に持ってきてくれたらね。なんだけど、それが辛いことになってしまってはダメだから、だから、それを、まあ、一度考えて、で、まあ、もし今日の内容でちょっとね、わかんないとかそういうことがあれば、そんなも聞いてくれたらいいし。まあそもそも別に麻雀を趣味にしなくてもいいしね。
本当にちょっと厄介な趣味なんで、これは。まあ、今言ったみたいに、ね、そのノーレット雀荘とか行って、鬱陶しい人が一人だけとかだったらいいけどね。案外、たくさんいるんでね、そういう人ね。で、人によってはメンバーさんですらさ、良かれと思って行ってきたりする。特にノーレットだとね。金かかってるとほぼないけど、メンバーさんが後から、何々さん、ね、ちゃんとリーチした方がいいですよとか、まあ俺は言うけど、雀荘やってた時に学生でさ、すごいいい子がね、たくさんいるんだけど、すごい大事にしたいなって思う慶応の学生で、ただ麻雀がすごい下手。で、その子が明確にリーチしないのが明らかにマイナスになってるって思ったら、俺は言うよ。うん、もう全部リーチしないよって、絶対その方がプラスになるから、言うんだけど、やっぱ一応お金かかってる以上、あんまりそういうこと普通言わないんで、まだお金かかってるといいんだけど、周りの人も別に下手なままでさ、お金入ればいいかって思うし、負けてる人に辛く当たんない。ただ、ノーレット雀荘は負けてる人にさらに強く当たるみたいなとこあるんで、だからまあ俺が今日言ったことを全て踏まえた上で、自分が麻雀を趣味として今後もやっていくかっていうのをよく考えて、それで、また、もちろん麻雀関係なくてさ、俺の配布検討をやって、結果麻雀やめました。で、他のいい趣味見つけて、今は、ね、それがいい趣味として生活してますって言うなら、それだって俺嬉しいから、それに対して、いや、やめちゃったんだって。俺がせっかく教えたのにやめちゃったんだとか、それはマジでないんで。普通に、どんな連絡いただいても嬉しいから、俺はね。まあ、とにかく俺は一回、こうやってね、縁持って、特にお金ももらってやってるから、もう、完全に味方なので、だから、気使わずにね。まあ、若い子だとね、普通に人生相談とかも、してくる子も多いし、だからまあどんなかんことにね、どんなあなたがどういうふうに麻雀を趣味として向き合おうが向き合わまいが、まあこの縁をね、大事にしていきたいなと思います。ていうことです。今日はそんな感じで以上ですね。はい。じゃあ、ありがとう。動画見てくれた人もありがとうございました。では、失礼します。お疲れ様です。穴声でしたけど。